新しい作戦が始まった。お前がどんな選択をするのか楽しみにしているぞ。せいぜいあがくがいい。留守かな。もうせっかく早起きして朝ごはんの材料を買ってきたのに、一体どこに行っちゃったんだろう。だったの。あなたならいいわ。扉を閉めてちょうだい。シャワーを浴びてからあなたに連絡するつもりだったけど、昨夜五行の陣の研究が少し進んだから、これからみんなを集めて説明するわ。重犯軍が他の陣気使いたちを呼びに出かけたから、きっともうすぐ。どうしたの。真面目な話の最中に一体どこを見てるの。とにかくその他の人気使いたちを集めてちょうだい。覚えてなさいよ。おはようございます。もういらっしゃったんですか、隊長。おやおや、もしかしてうっかりお風呂上がりのウェンズーに遭遇してボコボコにされたとか。うちのリーダーはアサシャン派です。覚えておいてくださいね。余計な話はしない。リーダーが怒った時は絶対に関わらない方がいいということも合わせて覚えておいてください。そうでした、
皆さんすでに五行の陣にお集まりだと伝えに来たんです。お二人も早く来てください。皆さん揃ったことですし、そろそろ始めましょうか。ここ数日、おじい様の残した古文書を研究していて、五行の陣にまつわる記述を発見しました。数ページ抜け落ちていますが、大体の原理は解明できたと思います。簡単に言うと、五行の陣は骨格と共鳴し、骨格の力を術者の力に変えることができます。つまり術者の原力が強くなると同時に、防御区域における骨格の力は弱まるわけです。ええ、そういうことです。ほな、どうしたらいいの？五行の陣は術者の原力を吸収し続ける。このままじゃ免頭藩の体力が持たへん。焦らないでください。ある人とその古文書を研究していて、この町を守る面白い方法に気づきました。それは公海都市の骨格を完全に破壊する方法です。今説明した原理を利用して、公海都市全体を覆う五行の陣を作るということよ。最初は私たちもあまりに現実離れしてると思ったけど、公海都市を調べたら思ってたより実現できる可能性が高い計画だと分かったわ。具体的に言うと、公海都市にある骨格を4つ見つけ出す。それから骨格をエネルギー源として、ここのような小型の法陣を張り、それぞれに陣気使いが原力を入れて術者になるという計画になります。5つの五行の陣を同時に発動させた瞬間、公海都市全体を覆う莫大なエネルギー場が形成され、中にある骨格のエネルギーを弱体化、ひいては消滅させることができます。そう、私たちの目的は東方古外を守ることだったけど、じきに私たちの力だけでは五行の陣を支えられなくなっちゃう。術者になれる人がいなくなれば、待ってるのは破滅だけ。だから私たちには根本から骨格問題を解決するしか選択肢はない。隊長はこの計画をどう思う？正直、この計画がうまくいくかどうか、私たちにも断言はできないわ。五行の陣が骨格を全部破壊した後、術者たちがどうなるか、私にもわからない。でも、待つだけでは事態は変わらないわ。だから隊長、今回だけチャンスをくれない？頼んだわよ。皆さんが賛成するなら、これから詳しい方法を説明しましょう。雅なことなら何でもござれの私に決まっているじゃないですか。
私たちが選んだのはこの5つのエリアです。東方古外以外のエリアはまだモンスターに襲われているみたいなので、エリアの解放は隊長にお任せします。該当エリアの骨格の詳細位置については、これから私とウェンズーが情報を収集します。情報が揃ったら、あとは五行の陣を張るだけです。もちろん隊長がこっそり中央庁のリソースを提供してくれれば助かりますが、砲陣が発動すると術者はしばらく砲陣エリアから離れることができなくなります。不要な消耗を避けるため、全ての準備が整ってから残り4つのエリアの砲陣を同時に発動させます。それまで砲陣が他人に破壊されないよう、術者たちは担当の砲陣を守らねばなりません。人員の配置についてはこんな感じです。意義あれば聞かせてください。意義なし。うち公安即場やん。やったー。ジェ、学校か。最後に一つだけ言わせて。隊長、今回の件はしばらく中央庁には秘密にしてほしいの。別に陰謀を企んでいるわけじゃないけど、中央庁のもう一人の隊長のことが信用できないから。明確な理由なんてないわ。強いて言えば勘かしら。ま、私の気のせいかもしれないし、今回の件を中央庁に知らせるかどうかはあなた次第。では本日の東方古外作戦会議を終了とします。そういえば、うちのベイビーちゃんを探しに行かなきゃ。いつ迷子になったんでしょう。心配です。Thank you.
頑張る。起動。光栄の至りよ。誰か僕と一緒に行きませんか？そう望むなら、thank you.
はい、すべては主の意のまま。お出かけは嫌いなの。
塵になりなさい。何が欲しい？死になった。後輩がこの更衣室で着替えてたら服にひっついて離れない怪しい瓶がいたらしい。結局市内で追い払ったと言ってたが、絶対許せない。見つけたら隊長が怪しい瓶を探していると聞いて、更衣室で待ってるように伝えておいた。ちょっとここにいてくれ。呼んでこよう。もう、あの瓶、あなたのペットだったんですか？ちゃんとしつけといてくださいよ。
瓶のくせに追い払った後もこっそり外から覗いてたんですよ。いえ、思い知らせてやりたかったんですけど、テレビ CM が流れてきた途端ぴょんぴょん逃げ出してしまって。あ、この CM です。あれ、オールシアさん、カジ先輩のお知り合いですか？あの人もエロビン妖怪に狙われてると思いますよ。注意してあげてください。いや、気をつけるべきなのはビンの妖怪の方かもしれない。オールシア、帰ったばかりだよ。どうかしたのか？ビン、ひょっとしてオールシアの後ろにあったあれのことか？ちょっと待て、あんた何者だ？怪しいな。またオールシアの熱狂的なファンか？あの人がファンを拒まないからってあまり調子に乗るなよ。白状しろ。あの瓶を送ったのはお前だな、このストーカーめ。警備員、警備員はどこだ？こいつを追い払え。今度またあの変な瓶を見たらただじゃおかんぞ。私ですか？
獲物が来たぞ。どうする？それはこっちのセリフだ。お前、全部見たのか？やめろ。お前に教える必要などない。ここには何の目的が来た？この先の分かれ道で左に曲がり、3番目の分かれ道で右に行けばいい。出口を探しているのだろう。手を出すなと言っただろう。脅かしてやっただけだ。お前、ああも簡単に逃がすとはな。ヒーローさんの命令だ。今、あいつを殺すわけにはいかない。相変わらず甘いな。出した狼の子は成長して、逆にお前たちに噛みつくかもしれない。お前には関係ない話だ。頼んだことだけやってくれ。安心しろ、俺もあいつを殺したりしないさ。お前とヒーローがそこまで気にするやつなら俺も興味がある。
3、2、1。気持ち悪い物体ね。あなたが五行の陣を張る間、骨格が他人に奪われないよう、私は原力でそれを隠しておく。でも急いでね。私、こんなとこに長くいる気はないから。